お疲れ様です。ラフチャンネルのアリノです。今日の動画はですね、なんと西アフリカトカゲモドキのね、ティラミスちゃんが産んだ卵がね、ようやく帰りまして、西アフのねベビーが2匹生まれました。いやほんとね、ちょっと長かったかな、なんかもうちょっと早く生まれるかなと思ってたんですけど、結構時間かかっちゃって、で、まあ、無事ね、2匹生まれたんで、今日はその子たちを皆さんにね、ご紹介していきたいなと思います。それでは、早速本日の動画行っていきましょう。どうぞ。今回生まれた西アフの赤ちゃんはね、こちらになります。ちょっと見えづらいんでね、早速蓋を開けていきたいと思います。ほっとね、かわいいですよ。こちらです。めちゃくちゃ可愛い。2匹同時に生まれてました。で、こうやって見てるとね、ちょっと色が違うんですよね。色の濃淡というか、右側の方が黒くて、左が明るい、白い。うん、いやー、嬉しいなー。あんな卵からね、ちゃんと立派にこんな形の子たちが出てきてくれてめちゃくちゃ嬉しいですね。無事生まれてくれて本当に良かったです。いやーでもやっぱね、すごいですね、生命の誕生は。いやー本当に、でもやっぱりね、生まれる瞬間を見ることができませんでした。で、経験値上ね、なんかレオパもそうなんですけど、夜中にね、孵化してることが多くて、だから、なかなかね、朝起きたら生まれてたっていうケースが多いんですよね。夜中か明け方ぐらい。まあ、なんで今回はちょっと、生まれる瞬間をね、動画に撮ることはできなかったんですけど、まあまだ6つ卵がねありますので、どれかはね、ちゃんと生まれる瞬間をね映像に収めて、西アフの生まれる瞬間バージョンをねお届けできたらいいなと思ってます。いやーすごいな、本当にもう卵からこんなのが生まれてくるんだもん。で、今回生まれた子はね、ノーマル、ヘテロ、パターンレスです。で、ストライプがね背中に入らないタイプですね。いやーすごい可愛いな。早速飼育環境に移していきたいと思います。ベビーの時はね、スペースはそんなにいらないので、小さいタッパーをね加工したものを使います。今までもね、うちで生まれてきたレオパちゃんたちはみんなこういうタッパーでね、ベビーの頃は育ててきました。で、ちっちゃい頃はね、威嚇して叫ばれるから触るのがちょっと怖いんですよね。暴れるし、臆病なんで、生まれたばっかりは。そっとしてあげるつもりはあるんですけど、なかなかね、おもろってすぐこうやって暴れちゃって。ねえ。ああ、すごい勢いで逃げて。まあね、ちゃんとキャッチしたんですけど、生まれた瞬間一気に飛び降り自殺をしようとするね。もうそのぐらいの元気よさがあるベビーちゃんですが、かわいいなぁ。本当に可愛い。手とか見てこれ。まあ、写しましょう。今回2匹ともね、ストライプが入らないバージョンなんですけど、ストライプはね、有性の遺伝子なので、ティラミスちゃんがね、背中にラインが入っているストライプパターンなので、これから生まれてくるね、6匹の子たちの中にストライプがね、出てくる可能性も十分あり得ます。尻尾短いな。卵の殻をね、ちょっと見たいなと思いまして、どんな感じで生まれてきたのかと。まあ、やっぱりレオパとかと一緒で、卵のこう先端部分から割れて出てきてるみたいですね。うん、こんな感じで。で、今後もね、西アフリカトカゲモドキの動画ね、たくさん出していくのでね、好きな方はぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてください。今からね、ウェットシェルターの S サイズと水入れ買いに行きたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。